こんばんは。今日も見てくださりありがとうございます。今日はチキンとキノコのトマト煮込みです。材料分量ここに出てます。玉ねぎは芯の部分をカットします。で、薄くスライスしていきます。今日玉ねぎ全部で何個切ったかなっていうぐらい玉ねぎ切りましたね。いいです。無心になって切るの結構好きです。で、しめじはほぐしていきます。手でピペペッと。で、えのきは食べやすい長さに切ります。エリンギはもう適当にザク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 と切ります。で、手羽元にガーリックパウダーをフリフリします。もうこれお好みで、なかったらなかっても大丈夫です。うちはニンニク大好きなので結構たっぷりめにフリフリっとします。でね、これほら解凍されてないの、ちゃんと。でも解凍まで待ちきれないから、もういいのいいの、このままやっちゃいます。で、裏側もペペペペペーっとガーリックパウダーをフリフリします。で、しっかり温めたお鍋に油を引きます。で、油からこう薄煙が出てきたら大丈夫です。で、手羽元を焼いていきます。ちょっと蒸し考えてるね、どうやったらいっぱい入るかなって。もう押し込めてがっつり入れていきます。で、しっかり焼き色をつけるので、しばらくこのまま放置します。裏返して、裏側もしっかり焼き付けていきます。ちょっとね、焦げ目がつくぐらいが美味しいので、しっかり焼き付けます。で、裏返した方にも焼き色がついたら転がしながら焼いていきます。コロンコロンしながら。玉ねぎとキノコ類をドカーンと入れます。そしたら水分の出やすい玉ねぎをできるだけ下に行くようにそろーり混ぜ合わせます。でね、えのきがこう固まって離れてなかったから、これもちょん切りました。で、玉ねぎとかきのこ類をできるだけ下へやったら、蓋をしてだいたい5分から7分ぐらい蒸し焼きにします。で、蒸し焼きにしたら少し水分が出てくるので、
そしたらまたざっくりこうペッ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 と炒めていきます。コンソメ3個入れてざっくり炒め合わせます。トマト缶1缶入ります。ケチャップ大さじ3入ります。ソース小さじ1入ります。で塩少々でざっとざっと混ぜ合わせます。もう適当でいいです。ざっとで。でここで蓋をしてだいたい15分から20分煮込んでいきます。20分後、こんな感じでふつふつもいい感じにできてるんだけど、ここで全体を混ぜ合わせます。また10分ぐらい煮込んだらチキンとキノコのトマト煮込みの出来上がりです。今日はこんな感じの夕飯でした。最後まで見てくださりありがとうございます。チャンネル登録してもらえると嬉しいです。でインスタもやってるので概要欄にリンク貼っておきます。よかったらそちらもの方もフォローしてもらえるとなお嬉しいです。以上です。ではでは、バイバイ。